落ち着け。様子を見た方がいい。悪魔か。これは機械と神経、強い意志が備わっている。これは生身の肉体と信仰心だが、偽りに惑わされている。殺せ、さもなくば話せ、パラサイトめ。お前の話など聞く耳持たん。話はたっぷりある。私はずっと聞いてきた。岩や金属や時を超えて、今度は私が話し、お前が聞く番だ。ようこそ。私は2401ペネテントタンジェント05のモニターです。私は開墾の預言者、コブナントの最高権威者、大祭司だぞ。あなたですか。おお、お待ちしてました。タスクが山積みです。フラットの拡散を阻止するために防御システムを起動しなくては。エシャバルナ、私の説教が終わるまでは何一つ動くものか。いいえ、ここ05には 1.2 兆のシミュレーションデータと一つの申請データが存在し、オンデマンドで常に実行が可能です。偉大なるフォアランナーの遺産の中でも、このオラクルほどくだらんものはない。大いなる旅立ちをさっぱり理解しておらん。そしてあなた方はフラットの抑制に関して何も分かっちゃいません。ルールすら分かっていない。抑制と、これが言う大いなる旅立ちとは同じだ。預言者はお前に呪われた運命からの解放を約束した。だがこのリングは救済をもたらさない。これを作った者たちは全て理解していた。彼らの意図を誤解するな。謝れば再び全てが無に帰することになる。こいつの言う通り、ヘイローは最終兵器だ。預言者は大きな過ちを犯している。お前の無知がすでに聖なるリングの一つを破壊したんだ。これ以上の冒涜は許さん。そう聞けないのなら、その目で見るがいい。鍵はまだ使われていない。今なら間に合う。鍵を見つけろ。お前は一番怪しい場所。お前は他を探せ。運命が我々を敵として巡り合わせた。だがリングが我々を味方に変えるだろう。深刻な事態に直面しておる。フラッドの拡散は予期せぬ不運だった。しかし恐れることはない。いや、むしろ喜ぶがよい。全コブナントが待ち望んできた日がついに来たのだ。聖なる鍵が見つかったのだからな。この鍵で道は開かれた。いよいよ聖なる領域へと我らは旅立つのだ。大いなる旅立ちが迫っている。もはやフラッドでさえ我々を止められる。よ。悪魔を倒せ。ブルートよ、こいつら早く始末しちゃった方がいいわね。奴らはシールドジェネレーターを持っていないけど、早く片付け。凶暴になってる。うわぁ。悪魔が評議会室に侵入したというのか。大祭司を守るんだ。出口を塞げ。そうは思わないけど。
腐ってる。ドアの近くの台座に私を下ろして。あいつ、真実の預言者がインデックスを持ってるわ。奪うのよ。ドアのところに行って、行って。私がネットワークにいた方が真実の預言者を追跡しやすい。真実の預言者はタワーの下の階を移動してる。重力リフトを反転させるから下に行ってやつを片付けて。大丈夫だからさ、乗って。警備を増強しろ。見つけ次第悪魔を片付けろ。奴らパトロールを強化してるわ。気を抜かないで。
て海兵隊の IFF トランスポンダーをチェックするわ。シグナルはあなたの現在地の仮想から出ている。隣の部屋にリフトがあるわ。飛び込んで。ここには味方が2カ所で捕虜になってる。場所を突き止めるから、まずは守衛を片付けて。静かにね。
みんな、チーフが預言者を追跡して始末するのを手伝ってほしいの。了解。もう一組を救出しましょう、チーフ。チーフ、よくやったわ。ビタッとついていきます。聖なる鍵は我らの手にある。フラッドどもが聖なる鍵を奪い、タルタロスとその部下たちよくやっていた。人物の預言者だったら移動しながら送信してる。追跡は簡単ね。すぐ行く。あっちには行かない方がいい。こいつはびっくりだ。真実の預言者はこのタワーの外よ。
よし、近くに出口がある、行こうぜ。ちくしょう、味方同士なのに。アホめ、その通りだ。一掃してやるぜ。の反逆に等しい。コブナントがものすごい数の防御プログラムを送り込んできたわ。大丈夫、ちょろいもんよ。まさかネットワークの内側からハッキングされるなんて考えてもみなかったみたいね。自分たちのシップを2隻破壊したわよ。さっきからすごい銃声が聞こえてる。コブナントの子らよ、我らの進む道は広い。皆で共に歩んで行くのよ。スリップスペースよ、アンバークラッドだわ。喜ぶがよ。
を見つけた。現在、将軍たちは聖なる会議が使われる様を見守らず、兵糧に集まる。やりやがれ、みんな。いいことも引き取り下ろすんだ。旅立ちの日など決して忘れないところか。目で気がしては、今この時を見る。頭悪いんじゃねえか。パワーを制圧したら、下のエリアから連れ出すんだ。
刀が狙ってるんじゃねえのか。
様子を見てみます。真実の預言者に接近してる。助けに行かなくちゃ。したアンバークラッドからフラットが出てきたらしいわよ。インデックスを手に入れて早くここから出ましょう。面倒が起こる前にね。二手に分かれファントムに分乗しろ。コブナントの未来はソチの肩にかかっておるぞ。我が信仰にかけてお任せください。旅立ちは誰も待ってはくれん。預言者だろうと